さん누가있지특별한사람제꿈이외교관이었거든요근데눈앞에실제로한국과일본의교류에힘을쓰시는뭐그런분이있는거잖아요와너무나긴장했고동시에너무영광스러웠어요아どうもはじめまして大木と申します。長峰です。あ、よろしくお願いします。あ、今回時間をあの割いていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。まずですね、この視聴者の方に長峰大使 の自己紹介をですね簡単にしていただけたらなと思うんですけども、はい、チャンネル W をご覧になっている皆さん、こんにちは。日本大使の長峰です。私は2年前に韓国に赴任してまいりましたけれども、この日韓交流お祭りは今回で3回目です。毎回どんどん楽しさが倍増しているようなそんな気がいたしますが、まあ、今年も大変多くの方に来ていただいていますので、私としても大変嬉しく思いますし、ますます日本と韓国の関係のために力を尽くそうと、そういう気持ちになっているところです。ぜひこれからも日韓関係よろしくお願いします。じゃあちょっと個人的な質問に移りたいと思うんですけれども、はい、長峰大使が好きな何かこう韓国文化ってどんなものがありますか？これも好きなのがいろいろあるんですけども、はい、例えば音楽、私は笛をね、昔から、まあ、趣味で吹いてるんですけども、そうですか、はい。まあ、韓国 その伝統音楽でやっぱり笛も大変大事な役割を果たして、はい、非常に関心を持ってます。それから建築もですね、非常に古い伝統建築も非常にモダンな建築が本当に軒を並べている姿が非常にこう、そうですね、面白いなと思います、ね。それから食文化、これも本当に豊かで、はい、私は韓国の食べ物が大好きですので、特に好きななんか料理ってあるんですか？もう大体何でも好きなんですけれども、はい、まあ、辛いものも好きですけれども、ビビンパップをですね、はい、こういろんな具材をかき混ぜて食べるっていうところが非常に面白くて、そうですよね、やっぱりこう一緒に混ぜながらこう、ね、食べるっていうのがで結構野菜も食べれます。あ、そうですよね。じゃあ反対にですね、韓国の方に何かこうおすすめしたい日本のこう文化ってどういうものがありますか？そうですね、最近は韓国の方たちが去年ですと700万人以上年間に日本をね訪れています。で、私もいろんな方とお会いしますけども、日本のことをよくご存知で、日本 その食べ物でもあるいは文化でも本当によく知っている方が多いですね。で、ですからこれからあまりお勧めすることももうこれ以上ないんですけども、ぜひ日本は地方の文化が非常に豊かですから、東京とか大阪とか福岡とか人気のところはたくさんありますけれども、はい、ぜひこれからはですね、あまり知られていない日本も見ていただきたい。特に東京から来た東北地方がですね、はい、まあ、全国の中では比較的韓国の方からまだあまり、訪れておられないようですので、はい、東北も非常に面白い魅力のあふれた地域ですから、はい、ぜひ日本の地域文化に浸っていただければなと、そういうふうに思います。じゃあ、最後になりますけれども、この番組をご覧になっている視聴者の皆様に最後の一言を、はいはい、よろしくお願いします。はい、今年は日本では自然災害がいろいろありまして、大阪 の台風や洪水の被害、そして最近は北海道の地震の被害もありました。韓国のムン・ジェイン大統領から、そして韓国の本当に皆様方から温かい励ましとお見舞いのメッセージをいただいています。本当にありがたく思っています。やはり日本と韓国は隣同士、まあ、これからもですね、お互いに協力をしながら、まさに一緒につなごうという精神でやっていければいいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。와설마제가대사님을만날줄진짜상상도못했어요그래서너무만나서너무좋았고실제로대화도하면서와이렇게교류를이제책임지는
분이제눈앞에있고제꿈이랑가까운분이있고그리고조언도들었고너무좋은시간이었어요アンケートよしよ。あの、はい、で、はい、この日韓交流お祭りについてのアンケートなので、ぜひ時間がございましたら、はい、よろしくお願いします。